アゼルバイジャン代表チームサッカーアゼルバイジャン代表はアゼルバイジャンサッカー協会により編成されるアゼルバイジャンのサッカーのナショナルチームである1992年に創設1993年5月25日グルジアに3対1で勝利し初勝利を挙げた1994年に FIFAUEFA に加盟ユーロ96予選のホーム試合は警備上の問題で すべて、トルコで行った。2004年、1970年 W 杯、メキシコ大会に、ブラジル代表キャプテンとして出場したカルロス・アウベルトが監督に就任したが、成績不振で解任された。2008年、元ドイツ代表のベルティ・ホクツが監督に就任した。2014年、元クロアチア代表のロベルト・プロシネチキが監督に、就任した。 ホーム試合の多くは首都のバックーにある国内最大の3万人収容のトピックバフラモフスタジアムで行っている。1992年までソ連代表であったためアフ設立後のみ記述。1992年までソ連代表であったためアフ設立後のみ記述。ありがとうございます。